はい、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日はですね、ガチャの予測動画という形になるんですけど、もしかしたらこの激アツガチャが来るかもしれないということで、今回ですね、動画撮らせていただいてます。で、それは何かというと、これ実はツイッターで繋がってるですね、ジャッキーさんという方に、紹介していただいたんですけど、僕もですね、ずっと、年末に神ガチャ来るんじゃないか、みたいな話を、ガチャ予想の企画の中でも、どんどん、何回か言わせてもらってたんですけど、実は、なんか、これは別の方から聞いたんですけど、結構ウイレはあんまり年末にガチャとかやんないっすよ、みたいな話があって、もちろんそれは、多分ウイレのプレス4版かなの情報を参照していただいてるので、アプリ版になって変わる可能性はあるとは思うんですけど、なんかですね、どうやら年末神ガチャみたいな、年末だからみたいな形ではあんまりやらないみたいで、そうなのかとかって思ってたんですけど、また別でですね、結構熱いガチャの、予想してる方がいて、あ、これは確かにと思ったんですけど、それ何かというと、はい、クラシコガチャ。クラシコというと、皆さん知ってる通り、バルサ対レアルの、試合のことをクラシコって言うんですけど、そのクラシコガチャっていうのが、ウイレの、その、据え置き版、ブレスト4版ではですね、毎年、年末に、クラシコガチャっていうのが来てるらしくて、で、どうやら、プレスト4版では、その両チームに所属してる選手、プラス、過去に所属してた選手、つまりレジェンド選手として、過去に所属してた超有能選手たちが、搭載されるという結構豪華なガチャらしくて、それがですね、もしかしたらウイレアプリにも来るかもしれないっていう、結構激アツな予想になってます。で、そのクラシコガチャが、で、それが、熱いかどうかっていうのは、ボックスドローなのか、それとも、あれですね、ボックスドローじゃなくて普通の確率ガチャなのかっていうのでもまた厚さ変わってくるんですけど、ボックスドローだったらめっちゃやばいで、ボックスドローじゃないとちょっとベッカムみたいな感じで結構渋めになるかもしれないんですけど、そもそも対象がもし、バルサとかレアルの選手だったとしたら、結構どちらにしてもどちらに転んでも厚いガチャになるかなと思ってたりします。はい、なので、もしかしたらそれが来るかもしれないんで、僕ちょっとそこに向けてコインいくつか保持しておこうかなと個人的には思ってたりします。はい、で、ごめんなさい、クラシコか、クラシコがいつあるんですかっていうと、12月23日に今年あります。2017年12月23日土曜日だったかなに、クラシコがあって、でそこもし来るとしたらそこに合わせてガチャが来るはずなので、今の流れだと毎週月曜日かに、ガチャ更新が来ているので、毎週月曜日で言うとおそらく23日の前の月曜日18日のガチャ更新の時に、来るとしたらクラシコガチャ来るんじゃないかなと思ってます。で、多分25だとちょっと試合後にやるってなかなかないと思うんで、18か、11になるんですけど、11はさすがにちょっと早すぎるんで、来るとしたら18に来るんじゃないかなと思っております。はい、ちなみに、ごめんなさい、遅くなっちゃったんですけど、この後ろに出てるのはなかなか見つけられなかったんですけど、おそらく PS4 版で2017かなんかで、クラシックガチャが来た時のバナーになってるので、こんな感じで、来るとしたら来るんじゃないかなと思っております。はい、ということで、これあくまで予想なんですけど、クラシコガチャが来るかもしれないということで、皆さんその日々ガチャをどこに使うかっていうのを悩んでらっしゃると思うので、一つですね、こういった予想があるということを参考にしてもらって、コイン使うか使わないかっていうのの判断材料にしてもらいたいなと思っております。はい、ということで今回ですね、動画以上で終了したいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。